皆さんこんにちは、はじめましての方をはじめまして、クルトと言います。今回から、ノロノロ講師になるとは思うんですが、ハリーポッターと賢者の石の実況プレイを始めていきたいと思います。その星空とは何の関係もなかった。皆さんハリーポッターはご存知だと思うんですが、その中でもこのゲームは一番古いと思います。何年でしょうか。もう10年以上前ですね。自分今学生なんですけど、小学校1年生とかそのぐらいのゲームだったと思います。ものすごい古いゲームで、そもそもパソコンでやるっていうのが古いですね。プレイステーションもまだメジャーじゃなかった頃の。すいません、ちょっとカメラの都合で映像が若干上下切れるかもしれませんが、ご了承ください。まあね、この辺のストーリーは知ってると思うんでね、いいかなと思います。奇妙な学用品を手に入れるため、ハグリッドはハリーを連れてダイアゴン横丁へと向かった。魔法使いの銀行グリンゴッツで、ハグリッドは713番金庫から薄汚れた小包を取り出した。ハグリッドはハリーに、その得体の知れないものはホグワーツに保管されていた方が安全だと言った。ハリーは9と4分の3番線から出るホグワーツ行き特急に乗り、このゲームは以前に英語の方はね、何人かアップされてる方いたんですけど、日本語バージョンの方は確かお一人いたんですが、途中で終わっていて、続き見たいなと思って、懐かしくてですね、それでまあちょうどこれが出てきたので、家の棚から、おー、じゃあやってみようかと思い、前回は DS とかプレイステーション2も試みたりしたんですけど、それは何人か同じことやってる方いたので、まあ下手くそな自分のスキルよりはそちらを見た方がいいかと思い、まあ他にやっていないゲームはあるかと考えたところですね、パソコン版は誰もやってないということになり、ことに気づき、よろしい、君がそう確信しているなら、後ろこれをやるに至りました。まあノロノロ講師になると思いますが、よろしくお願いします。ホグワーツ入り口のホール、この映像がね、ものすごい懐かしいですよね。ゲームによってなんかホグワーツがどんどん迷路みたいになっていくんですけど、初々しいハリーがね。ようこそホグワーツ魔法魔術学校へ。私は校長のアルバス・ダンブルドアだ。ハリー、ホグワーツにはたくさんの秘密があるから。プレイステーション1に比べるとかなり画像が綺麗になってます。しかし必ず報酬がもらえるとは限らないけどな。例えば今朝私は曲がり角を間違えてカエルチョコレートでいっぱいの部屋を見つけたんだ。しかし私が戻った時にはファイアクラブの群れがカエルチョコレートをどこかに持って行った後だったよ。さあ階段を上がって教室へ行きなさい。遅れてはいかんぞ。ファイヤークラブって何なんだっていうね、いまだにハリーポッターシリーズ完結しましたけど、いまだに分かりません、この最初の一言の意味がね。ファイヤークラブ、カエルチョコレートって自分で逃げるんじゃなかったですけど、あー、ロンですね、これがロンですね。フレッドとジョージ、これずいぶん昔にクリアはしたんですけど、ちょっと覚えてるんですけど、ついてこい。はい、
なんかところどころ難しいのあったんですよね。他はそうでもないけど、まあ自分不器用でゲームそんな得意じゃない、得意じゃないっていうか上手くないんで、まあグダグダになった場合若干カットを入れるかもしれないです。あ、これフレットとジョージですね。歩き方って何でしょうか。ありがとう。ここね、最初に探検したかったんですけど勝手についていっちゃうんですね。ホグワーツの歩き方って何だよって、ね、走って進めれる。まあこれはただあのパソコンのキーボードの矢印キーをまっすぐ押し続けていれば物を登ると、まあそういう意味なんですけどね。この中プカプカ、これがなんだっけ、百味ビーンズでしたっけ。これ集めると、あ、フレッドとジョージがなんだっけ、あの魔法使いのカードと交換してくれるという。あ、どこをどう通ったのか、早いぞ。はい、端まで走ったらジャンプボタンを押して飛び移るんだ。はい、本棚から起こしても大丈夫さ。最初からやり直せばいいんだ。はい、次の部屋で会おう。僕たちは近道を通っていくよ。後でな。ジャンプするにはって上に解説出てますね。これどのゲームも共通ですけど、音楽やむと嫌な感じですよね。音楽ってか BGM ですか。浮いてました、今も本棚。これもゴーストですよね。確かピーブズともなんか後で戦うような気がする。こいつね、ほんとえぐいんですよ。なんか知らないけど物投げつけてきてね、何にもハリー悪いことしてないのにね。プレイステーションとか実況すると、あの絵があんまりなんか潰れてるっていうか、ひどいっていうか、まあちょっと悪いんですけど、ひどいっていうか、でそこその時点でツッコミどころ満載で、でも絵っていうかパソコンの方はグラフィックが綺麗なので、はい、通り越す。今まだ呪文何も使えないんでね、逃げるしかないというね。ホグワーツにはいろんなお菓子なんかも落ちてるんだ。それを拾うにはその上を通り過ぎるんだ。はい、カエルチョコレートは体力を回復させてくれるぜ。はい、バーティーボッツの百味ビーンズを集めるのは楽しいしね。はい、僕たちも集めてるんだぜ。ビーンズは2個なんだ。そうですね、全部集まったらまた戻ってこいよ。僕たちに会いに来れば教室への行き方を教えてあげるぜ。25個でビーンズ、25個で魔法使いのカード1枚ってことでね。じゃあとりあえずパート1はここで一度切りたいと思います。ではパート2もよかったら見てください。クルトでした。